はい、こんにちは、ペソでございます。横綱物語続きやっていきたいと思います。5月場所の後半ですね。サインさん、東山さん、あー来た。ここはちょっと勝ち越しいけるかどうかだね。横綱と当たって抜けないとね、なかなか厳しくなってくるね。6敗ぐらいであと勝たないといけない。さあ、三佐々木さんですね、2勝6敗勝ち見すぎさんと、吉祥院さん、3勝5敗獅子徳仁さんがお相手、5勝3敗トゲトキョウさんは逆の3勝5敗ドアノミさんがお相手、白梅さん、坂東翔さんとですね、3勝5敗同士、三部さんは唐津山さんと5勝3敗同士、サインさん現在6勝2敗ですね、お相手は3勝5敗若日光さん、東山さん、八重の実さん、8連勝と対決ですね。さあ、以前はね何回か勝ってるんですけどね、差し替えない。残った、さあ、八重の実キラーとなるか。あー押されてるな。あー救い投げされた、救われた。あーサインさん負けてるね、ミブさんも負けて、白梅さん勝ったと、トゲツキョさん勝ってますね。で、吉祥院さん残念、ミササギさん勝って、トカミ行きましょう。あーサインさんがやえのみさんと当たるんだ。あー東山さん、ちょっと下と当たってる間に勝ち星稼ぎたいね。ああ三部さん大関とか、はい、吉祥院さんですね、3勝6敗ヤシャガタケさん、三佐々木さんは8勝1敗の金剛山さん、トゲツキョウさん、港朝日さんですね、お相手3勝6敗白梅さんは6勝3敗の唐津山さん、東山さんは3勝6敗のドハツテンさん、三部さんは荒藤さんですね、お相手9連勝中で、サインさんが横綱八重の実さんとです。残った、残った、残った。あー厳しいか。おお、残った、残った、よいしょ。おお、つるけど動かない、残った。土俵際でね、釣り出してくれたら面白いんだけどね。あー巻き返し使ってきた。おー突き出した、サインさん土つけました。イブさんは残念、東山さん勝って、白梅さんで、トゲツキョウさん、ミササギさん、あー吉祥院さん負けちゃったんだ。はい、10日目終わって、荒藤さんが全勝中か。で、東山さん5勝5敗のタイ、サインさん7勝3敗勝ち越しリーチで、三部さん白梅さんも5勝5敗、トゲツキョウさん盛り返して7勝3敗、こちらも勝ち越しリーチで、三佐々木30連勝の吉祥院さん6勝4敗、11日目いきましょう。なかなか勝ち越しリーチかかないね。さあ、ここで横綱2人目、
東山さんはこのメンツあたりで勝っときたいね。あ、トゲツケさんも勝ち越しチャンスですね。アクワイさんも盛り返してきたからね。はい、吉祥院さん、巻雲さんとですね、6勝4敗同士で、ミササギさんですね、玉津波さん、玉津波さんも6勝4敗ですね。で、凍結京さんかな、あ、そうですね、勝ち越しかかってるんで確認しましょう。3勝7敗の南宗龍さんお相手です。さあ、得意の救い投げが見れるか。おお、どうした、一気に押されてる。残った残った、残った残った、残った残った、クモンだけどね、救い投げ発動しないね。残った、おーおい、盛り返した、盛り返してから夜残った、おいや、あー惜しい、すくい投げ失敗。残った、土俵際から盛り返される。しかしもう一度追い込んでから寄り切って勝ち越し。まず渡月京さん決めました。白梅さん、吉ヶ崎さんとですね、お相手2勝8敗。東山さんは大津山さんですね、5勝5敗同士。三部さんも5勝5敗なんですね、お相手は関脇琴不動さん、6勝4敗。サインさん勝ち越しかかってるんですけど、まあ横綱なんでね、見ときましょう。伊達の花さんとです。さあ、東山さんを破った勢いでそのまま横綱相手に連勝なるのか。押されてるな、昨日の勢いはどこへ。残った、あ、切り返された。仰向けにズルリンチョといきましたね。残念、勝ち越しならず。はい、他はミーブさん、東山さん、あ、白梅さん負けてるね。トゲツキョウさんで、ミスアサギさん、あー、キシュエンさん負けちゃったんだ。はい、12日目いきましょう。サインさんもね、勝ち越しが決めれてない。トゲツキョウさんがね、3連敗の後8連勝でね、一気に決めましたね。さんがやえのみさんと当たるのか、こっからきつくなるよね。ごめんなさい、吉祥院さん、玉津波さんとですね、6勝5敗同士。はい、三佐崎さんですね、9勝2敗の力かましさん、ごめんなさいね、むせてしまって。はい、渡月橋さんは3勝8敗、坂東翔さんとですね、失礼しました、本当に。白梅さん、若日光さんとですね、お相手6勝5敗。東山さんも6勝5敗ですね、7勝4敗の回転さんと。サインさん勝ち越しかかってますけど、まだ上位と当たる大関荒藤さんとですね。残った、残った、綺麗な上手出し投げ、あ、上手投げ。はい、三部さん、八重の海さんとですね、これも見ておきましょう。残った、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 坂取ったり、なんか怪我しそうな投げ方やね。はい、他は東山さん、白梅さん、あ、渡月橋さん負けちゃってるんだ。で、三佐佐木さん勝ちの、あ、吉祥院さん、ようやく勝ち越しリーチに持ってきましたね。はい、12日目終わりました。東山さん、サインさんが、まあ、サインさんは勝ち越しリーチからね、上位と当たってちょっと苦戦してますけどね。
ミブさん、白梅さん、なんやかんや言って6勝6敗のタイまでもできましたね。あと3日ですからね、そのうちの2つ勝てば勝ち越してますね。で、時津京さんは勝ち越してからちょっと負けましたね。で、ミササギさんはもう12連勝。キショイさん7勝5敗ですね。13日目いきましょう。ミブさんとか。トゲツキョさんがまた言うこと機関車トーマスですね。はい、キショインさん勝ち越しかかってるんで見ときましょう。3勝9敗のヤシマリキさんですね。登ってましょう。ああ、釣り使うんだ。残った優勝。より切られちゃった。はい、三佐崎さんはバレホーさんですね。お相手10勝2敗。トゲツキョさん3勝9敗の虹の海さん。白梅さんは桐風さんとですね、6勝6敗同士。はい、サインさん、ミブさん、同門対決ですね。サインさんが勝てば勝ち越し。残った、逆にミブさんが負けちゃうとね、負け越しリーチになるんですよね。一気にいく、一気にいく、一気にいく、一気にいく。おー、残った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 、追い込んでからが決まらない。あー、ここで突き落とし。これでミブさんは逆に勝ち越しリーチになりましたね。さあ、東山さんですね、関脇千代の鶴さんとですね、勝ち越しかかってますんで見ておきましょう。残った、残った、差し替えろ、差し替えてからや両差しで寄る、残った、残った、引き落としこらえて、もう一回を一気に寄る、一気に寄る、残った、残った、一気によるそのまま押し出し、勝ち越し。はい、あとはドモアミブさんが制して白梅さん負けちゃってますね。トゲツキョさん勝って、ミササギさんも勝ちましたね。キショイさん負けちゃって勝ち越しならず。はい、14日目いきましょう。キショイさん、ここで勝ち越し決めたい。おう、ゆきうちさんとですね、サインさんは。で、東山さん、武蔵丸さん、武蔵丸さんじゃない、百鬼丸さん。はい、三佐々木さんは北島さんか。白梅さん、大憲法さん。ミブさんは友永田さん、友永田さんも強いですからね。はい、さあ、キッショインさん、モロセトさんとですね、7勝6敗同士。残った、残った、まあまだね、キッショインさんが残った、残った、残った、成長途中ですからね。ただちょっと ストップするのが早いらしいんでね、まあ、早めにちょっと上半身と判断力鍛えちゃったんですけどね。まあ、多少の弱いパラでもね、重量ならやっていきますからね。上出たらきついだけであって。ああ、追い込まれてるね。残った、
全然動かない。押し倒された。さあ、吉祥院さんは7勝7敗で千秋楽ですね。はい、三崎さんは11勝2敗の北島さんを相手、これはパスしますね。はい、渡月橋さんは6勝7敗の玉隼人さん。白梅さん負け越しかかってるんですね、確認しましょう。4勝9敗大憲法さんがお相手です。残った一気に行く。この人は不思議だね、同門には強いんだけどね、東山さんとかね、三崎さんとかの足引っ張らんかったらいいけどね。まあ成長が早く止まった割にはね、本当に健闘してますよね。はい、7勝7敗で千秋楽。さあ、三部さんですね、友の方さんですね、これも勝ち越しかかってるんで見ておきましょう。わざしですね。うまい。はい、サインさんも勝ち越しかかってからね、足踏みしてますね。有給地さんですね。追い込むんですけどね。外ボブスをこらえて、突き出しましたね。ようやく勝ち越しましたね。はい、東山さんは小結び百鬼丸さんと、これはちょっとパスしますね。負けちゃったんだ。サインさんなんとか勝ち越してくれましたね。で、ミーブさんが残念でしたね。で、白梅さん勝って、トゲツキョウさん勝って、三崎さんやっぱり強いね。で、吉祥院さん負けたと。7勝7敗が多いね、今場所は。14日目終わりました。東山さん、サインさん8勝6敗、ミブさん、白梅さんが仲良く7勝7敗、トゲツキョウさん10番勝ちましたね、現在10勝4敗、三崎さん14連勝、吉祥院さん7勝7敗ですね。さあ、千秋楽いきましょう。さあ、これ勝たないとね、最後まで粘った意味がなくなっちゃうんで。さあ、サインさん、東山さんはもう楽ですね。トゲツキョウさんもね。で、三崎さんももう任せます。福井さん、さあここですね、トアノミさんと。で、最後はミブさんもユキウジさんがちょっと手強い相手ですね。三崎さん、モロセットさんですね。お相手8勝6敗パスします。吉祥院さん、二見風さんですね、4勝10敗と対決です。これは勝って勝ち越しね、決めといてほしいね。相手にいったギリギリ勝ち越し。まあ、まだまだ成長途中ということで。はい、トゲトキョウさん、朝日生まれさんですね、お相手9勝5敗白梅さん、勝ち越し負け越しかかってますね。トワノミさん6勝8敗です。お相手が、外掛けで負け越しちゃった。はい、三部さんも同じく7勝7敗で千秋楽来ております。お相手は8勝6敗雪富士さん。残った。一気に押したんだけど、ここからね、おー、続き残った。おー、とったりこらえた後の続きで真ん中に戻す、据えてつく、一気に行く、追い込んだ、そのまま行く。三部さんギリ勝ち越し。はい、サインさんは9勝5敗友永さんですね、これはパスします。東山さんは10勝4敗小賀野里さん。
あ、負けてる。まあ、サインさん、ミブさん危なかったね。白馬さん、残念でした。他は、トゲツキョさん負けちゃってるね。で、キッショイさん、あ、ミササギさん全勝だ。重量優勝ですね。はい、千秋楽終わりました。なんと、矢野美さん2敗してるんですね。いや、荒内さんが14勝1敗か。東山さん、サインさん、ミブさんがなんとか勝ち越し。白梅さん惜しかったね。で、トゲツキョさん10勝5敗。で、十両はミササギさん全勝の、キショイさん8勝7敗でした。三役ね、優勝と三役こんな感じですね。誰かやめる？あ、鈴の風さんがね、引退しちゃいましたね。はい、お疲れ様でした。さあ、7月場所ですね。では、いつものようにね、親方能力と、まあまあ、まずまずですね。で、歴史情報。あ、十両2番目まで上がってきてますね。さあ、これでまた全員に指示出さないといけないのか。あ、東山さんが張り出しですけど、関脇に上がってきましたね。サインさんが久々の、小結び返り咲きですね。で、トゲツキョウさんが前頭筆頭、2番目にミブさん、3番目に白梅さん。で、十両の2番目にミササキさんが来ましたね。で、12番目にキショイさん。で、14番目に藤森さん、姉小路さんという形ですね。まあ、三佐々木さんがね、ちょっと今後楽しみですね。まあ、ちょっと休養ね、入れてあげない、休養というかお小遣いね、入れてあげないといけないんで、まあ、集中力と下半身ちょっと一致上げた後にお小遣い上げて、またちょっと判断力ね、90ぐらいまではとりあえずね、鍛えたいね。まあ、あとはちょっと来場所上がる、幕内入ることを加味して、まず判断力ね、でそこから上半身ちょっと上げれるとこまでっていうレベルにしたい形かな。はい、では今回はここでお別れでございます。ご視聴ありがとうございました。それではさよなら。